中日ドラゴンズの春のキャンプで判明してきた現在のセカンドの序列や構想、そして立浪監督の最新の評価見ていきます。今年の中日ドラゴンズのセカンドはどうなっていくのでしょうか。中日ドラゴンズ、昨年はセカンドにかなり苦しんだシーズンになりました。オープン戦で昨年大活躍を見せていた田中美希也選手を2番セカンドで起用するというような方針を立浪監督明言していたんですけれども、帰塁の際の肩の脱臼、そこからの手術で長期離脱となりまして、構想が大きく変化することになりました。実戦で長打を連発していた福永選手が、結局開幕スタメンセカンドということになりました。福永選手はもともとサードメインで起用される可能性もあるのかなというふうに思っていたら、セカンドであったりショートもまずまず守れるぞ、そして結構長打も出るぞということで、セカンドで起用される形になりました。シーズン序盤はこの福永選手が結構好成績を見せていたんですけれども、打撃が失速してしまって、なおかつ守備面でもセカンドで言うと大きなマイナスの指標となってしまいまして、なかなか出場機会が得られなくなるというような形になっていきました。中盤以降は村松選手が起用されるようになりまして、若干守備率に課題があるとはいえ、守備指標は抜群の数値が残っています。ただやっぱり課題はバッティング面で、打率としては2割7厘、OPS としては 0.5 を割る数値となってしまいました。終盤はそういったこともあって、リューク選手をセカンドで起用するという形を取ったんですけれども、結局リューク選手もバッティング面っていうのは上がってこなかったので、チームのセカンドの打力っていうのが、リーグ最下位という数値になってしまっていて、これがチーム全体の得点力の不足というところ、大きな要因になってしまったというところで、今年はセカンド固めることがかなり重要になってきます。そんな中で立浪監督の現在のセカンドの最新の構想について見ていきたいと思います。春のキャンプの前の時点では、立浪監督は村松はもうセカンドで起用していくというふうに話していました。あくまでショートでの起用っていうのは、選択肢を広げるためとかもそうだし、あえて守らせていると、そうしたコメントがあったんですけれども、春のキャンプでも結構ショートがメインで起用されてるんですね。ショートでのシートノックなんかも増えています。ただ、12日の練習試合ではセカンドでスタメン起用されているというところを見ると、村松選手に関しましては一旦はショートメインだけれども、二遊間どっちも守る可能性があるというような状況になっています。そして田中美希也選手に関しましてはセカンドで起用するということ自体はもう明言されています。ただですね、焦る必要はないということで、田中選手に関しましてはまだまだ、ここからどういうふうに起用していくだとか、いつ頃復帰させるとか、そういったコメントっていうのはまだ一切出ていません。なので、現時点では村松選手、福永選手、石垣選手、田中美希也選手、このあたりの選手が、ノックなんかを見てもセカンドというような立ち位置になっているのかなというような状況ですね。村松選手に関しましてはもちろんショートっていうような可能性もありますけれども、このあたりの選手がセカンドも守る可能性が高いと。ただ立浪監督の発言を総合的に見ていくと、こうした選手を中心に競争させて、これからスタメンを決めていくというような流れになっていきそうです。そんな中でやっぱり田中美希也選手には注目したいんですけれども、立浪監督がこの焦る必要はないというコメントをしているんですけれども、田中美希也選手の開幕スタメンっていうのは現実的にあり得るのか、こちらについても見ていきたいと思います。立浪監督は田中美希也選手について、技術的には言うことはない、体調面と肩の不安がなくなれば考える、慌てなくてもいいかな、2軍でしっかりやっているでしょ、そういったコメントになっています。特に守備面であったり走塁面っていうのは立浪監督ものすごく評価していて、そのあたり含めてスタメン張れるぐらいの実力、技術っていうのはあるけれども、やっぱりファンの方々と同様に体調面と肩の不安、このあたりっていうのはもちろん考えなければいけない部分で、そのあたりが払拭できれば使っていこうというような状態ですね。そして片岡コーチは、彼の肩の状態はしっかり確認しながらになる、キャンプで無理をさせてもう一回怪我をさせてしまったら今度は選手生命に関わるのでというコメントしています。今年に関しては足の速さもあるし、田中美希也は本当にキーマンになってくるというふうに片岡コーチも明言している一方で、やっぱり肩の状態、怪我の状態っていうところ、本当に慎重に見ていかないとかなり、危ないことになってしまうと、このあたりっていうのは、首脳陣の共通認識ですよね。実力は十分、肩の状態がどうか、体力がどうか、このあたりをケアしていこうと、こういった共通認識になっています。シート打撃なんかではバッティング守備ともについてはいるんですけれども、2月12日の時点で試合の出場っていうのは、スタメン出場とかはないですし、現時点ではもう少し時間かかるかなというような感じですね。ここからオープン戦とかどれぐらい入っていくかっていうところ次第ですけれども、今の時点だけ見るとちょっと開幕スタメンも怪しいんじゃないかと、もう少し調整させていくんじゃないかなっていう見方もできますね。田中美希也選手がこうした状態なわけなんですけれども、では現時点でのセカンドの開幕スタメン誰になっていくのか、こちらも見ていきたいと思います。
現時点ではセカンドに関しては福永選手が濃厚になってくるんじゃないかなっていう状況だと思います。やっぱり打撃面が急成長しているんですね。フェニックスリーグでは打率3割2分7厘、 OPS としても824と素晴らしい成績を記録しています。そしてオフに体重もアップさせて、フリーバッティングでは柵越えを連発している、そして広角にもしっかりと打つことができていると、あとはやっぱり課題の守備が一定の安定感っていうのが出てくればっていうところですね。ノックもしっかりと結構受けていますし、相当上達してくるんじゃないかっていう期待感もあります。長打が打てるセカンドの選手っていうのはかなり魅力ですし、やっぱり福永選手が一応現状としてはセカンドの一番手にはなってくると思います。やっぱりその背景としては村松選手がショートに入ってくる可能性っていうのは現状としては結構高そうなんですよね。現状ショートの選手っていうのが新人選手の津田選手と辻本選手、加えて村松選手、この3人の起用っていうのがメインになっていて、リューク選手の起用っていうのがほとんどないというような状態になってるんですね。なので村松選手の現状っていうのは、ショート2人が新人ということを考えると、セカンドよりもショートメインという形になってくると思います。そうなってくると、田中幹也選手の故障の状態とか、体調面っていうのが結構慎重に見られているというところから、やっぱりセカンドに関しましては福永選手をはめていくというような可能性がまずは開幕の時点では高いんじゃないかなというのが現状の見方になってきます。では続いて福永選手をセカンドで起用していって、もし福永選手がはまらなかった場合は中日のセカンドどうなっていくのか、こちらも見ていきます。新人のショートの選手、津田選手か辻本選手、どっちかがショートにはまるということになれば、仮に福永選手が結果残せないとなると、セカンドに村松選手を置くことができるわけですね。こうなってくると、新人のショートの選手が、ある程度結果を残してくれるという前提にはなりますけれども、ある程度は安定した二遊間になると。ただ、ショートに村松選手を置かなければいけないという状態になった場合に、福永選手も、なかなか調子が上がってこないということになると、セカンドが結局不在になってしまうわけですね。なので、こうなった時に、結構まずい状況なんですけれども、現時点では山本選手でなんとか補っていくというような形になってくると思います。一軍キャンプで山本選手も結構シートバッティングとかでも、起用機会っていうのがありますし、田中選手が、まだ復活していないというような状況で開幕迎えるということになりますと、やっぱりひとまずは山本選手で補っていくというような選択肢っていうのが、最善というか、一番無難な形にはなってくると思います。ただ当然ながら他の若手の選手なんかを起用して、例えばショートの津田選手とか辻本選手もセカンドを試させたりとか、場合によっては石垣選手がセカンド入るかもしれないですし、春のキャンプではどちらかというとサードで起用されているカリステ選手をショートに回して、セカンドに村松選手を回してと、こういった布陣を組んだりとか、いろんな可能性があると思うんですけれども、やっぱりセカンドは福永選手と田中幹也選手、この二人っていうのが今年はしっかりと結果を残して、場合によっては村松選手もそうですけれども、こうした2年目の選手たちが結果を残していくっていうのが、すごく重要になってくると思います。以上です。